おっす、ほら、植木屋。おはようございます、ゴミの黒部です。今日はね、大宮参りっていうことで頑張っていきたいかなと思ってるわけなんですけれども、スーツも着てね、バチコリと決めて活力参りしていきます。おっす、ほら、ほんブレックフォースト。じゃあこれからね、YouTube も撮影してくるんですけど、またね、今日も埼玉県からカメラ撮ってくれる人呼んでるので、絶対に遅刻できない。ということで今日も YouTube の動画撮影してきました、今日もね、埼玉からはるばる佐伯くんありがとう。ありがとうございました。でやっぱさ、最後ジム一個行ってもらいたいんだけど、いいかな。いやでも自分動画見てますけど、絶対カットするじゃないですか。しないから、ちょっとやってよ。いや本当に、いや絶対するじゃないですか、そう言って。絶対しないって言ってんじゃんよ。だから本当やってよ。じゃあお願いしますよ。うん、じゃあジム。はいはいはい、なるほどね。はい、了解です。俺がやるべきことがようやく分かりました。一応ね、18時から打ち合わせ予定だったんだけど、もうすでに18時8分で連絡もらってるわけだわ。今毎回さ、その悔しそうな顔すんのやめて。いや、悔しいんですよ。悔しくないだろ、どう考えても。いや、僕の意思と行動がリンクないし、うん、それ意思がないのよ、そもそも。けどな、うわおいおい、やめろそれな。悔しがるのやめろ。大して悔しくもねえの。もはや煽ってんだよな。煽ってんだよ、こっちを。で、今日も相談なんですけど。かすか、マジで。僕、うん、ちっちゃい頃からの夢があったんですよ。ケーキ屋さんじゃないの？ケーキ屋さんもそうなんですけど、うん、嘘で、あれは。あれ嘘だったんだ。あれ嘘なんですよ。チェーン展開とか全然目指してなくてね。なんか駅前でしっかり従業員や、はい、2、3人雇ってた。ケーキ屋さんのこと、まあいいんですよ、別にもう。で、僕、うんうん、ちっちゃい頃マジックが大好きで、マジシャンになりたかったんですよ。へぇー。だから、でも横浜市民は覚えて分かると思うんですけど、高島屋ってあるじゃないですか、高島屋。高島屋あるね。で、何回か忘れましたけど、うん、ディズニーストアの近くにマジック屋さんがあって、そこでいつもマジック見てたんですよ。うんうん、そのマジックやるお兄さんに、うん、いつもマジックやっちゃう、マジックやっちゃうってすごい、うん、ついていってるぐらいマジックが好きだったんですよ。めっちゃ迷惑じゃん。めっちゃ迷惑そうでした。そうだよね。まあ、そのぐらいちゃんと買うんですけど、うん、で、そのぐらいマジック好きで、すごいマジック買ってたんですよ。うん、まあ、買ってもらってたんですけど、うん、面白かった。で、うん、やっぱそのマジシャンの夢をやっぱ忘れられないですよね。そんな神妙なお家で言われてもね、なんか、じゃあマジシャンの練習してんのって思うけどな。してるんですよ、それが、実は。筋トレしかしてないだろ。筋トレとオナニーしかしてないでしょ、もう。そっちの方が頻度高いですけど、やっぱりやってるんですよ。だからちょっと、僕の腕前見てもらいたいんですよ。あ、マジックできんだ。できます、できます。めっちゃ腹立つな、つらな。じゃあ行きますよ。うん、お願いします。そこに一本のタバコがあります、タバコ。タバコか、これ、ほんとに。タバコなんですって。あ、ほんと？はい、タバコです、タバコ。はいはいはい。で、まあ、タバコなんですけど、うん。で、ここに箱があります。めちゃくちゃ怪しい箱だな、もう。怪しくないです、これ。マジックしますっていう箱じゃん、もう。箱があるんですけど、うんうん、この中にタバコ入れます。うん、タバコ入れて、僕がバンって箱がちょっと分裂するようになってるんですよ。あれだな、マジシャンのネタを覚える前にトークスキルだな、まずはな。なんか、何をやろうとしてるのかわかんないわ、今。まあ、やりますね。やるんだ。うん。はい、入れて。入れて、うん、ここで、いきますよ。うん。なんで回したの、今。いや、別に回さなくて、これ落ちちゃうんで、これ。ああ、そういうことね。はい。うん。いきますよ。うん。1、2、3、ああ、もう、え、いなくなっちゃった。落ちちゃいましたけど、それが今、うん、タバコ。いや、イントネーションずれてない。タバコってなっちゃってんじゃん。タバコバラバラなんですよ、今。タバコね。うん。タバコバラバラなんや。セットしますと。いや、それ戻んないだろうよ。戻るんですよ、それが。え、待って待って、中さ、あの、葉っぱない、葉っぱないの？なんかそれ。葉っぱないですけど、タバコなんですよ。タバコじゃなさそうだな。ただのスポンジです。いなくなっちゃった。
スポンジです、これは。あ、スポンジだったんだ、それ。タバコじゃなくて。まあ、子供に売るようなやつなんで、ほんとタバコじゃまずいんで。この分裂したのを元に戻します。画面の真ん中にもうずっとドス黒い乳首映ってんの。はい。で、戻しますね。3、2回。あ、失敗しました。いやね、こっち。失敗してるかどうかもわかんないよ、このカメラ越しだと。3、はい、ここで。うん、さっきのが。さっきのが、まとまって、1本になりました。おお、誰も金払わねえよ、これ見て。次のマジックいきます。まだあるの？これ僕が人生で初めて、覚えたマジックです。今んとこ趣味程度に留めた方が良さそうなクオリティだな。ここに、なんか被せ物があります。もうなんかって言っちゃってるしね。被せ物があります。被せ物ね。クラッカー鳴らせるみたいなやつだね。指ありますよ。いきましょう。これ一瞬で消します。なんで人差し指なの？別に、どこでもいいですけど、やりやすいから。ああ、そういうこと？一瞬で消します。お願いします。いや、もうさ、これあれだね、中指の方が面白かったんじゃない？これが僕が生まれて初めて覚えたマジックです。それ、なんか、近所のおじいちゃんかなんかに教えてもらったの？先輩なのよ、こっち。どうすか？いや、あれだね、諦めたのかわかんないけど、マジシャンになってなくてよかったと思ったわ。そっか。よかった、よかった。まあ、でもそうなんか、何々になりたいとかっていうさ、こうなんかやりたい気持ちとかっていうのは、俺めっちゃいいことだと思うのよ。結構ない人の方が多いと思うからさ、そういうのって。マジシャンに限らずさ、なんかこれからもね、なんかやりたいなとかって思うことがあったら、ちゃんと期限とか決めて、それまでに、何しなきゃいけないかとかっていうのをさ。じゃあ、ティーチューうるさいんで、もう、いいっすか。ちょっと飲み会行くんですけど、飲み会に行く前に、ちょっとこれ食べてから行きます。ということで、これから飲み会に行ってきます。迎えに来てくれてる人がいるんで、彼がついてるっていうことなので、急いで向かいたいと思います。じゃあね、ハメを外しすぎないように、ちょっとお酒たしなんで来ようかなと思います。じゃあ。じゃあ、コロナウイルスで大変かと思いますけど、これからも頑張っていきましょう。じゃあ、ステロイド万歳！角田さん、ジム行ってくって言ってくださいよ。絶対切らないで。いや、言ってくださいよ。いや、絶対切らないで。絶対切らないで。言ってくださいよ。言ってくださいよ。絶対切らないで。絶対切らないから。ねえ、言ってくださいよ。俺が中学校の時の話なんだけど、A ちゃんっていう、当時中学校の柔道部に所属してたんだけど、その時の同期の同じ階級の友達でめちゃくちゃ頭良かったんですよね。毎年オール5を目指して頑張ってますって、勉強も部活も文武両道頑張りますみたいな子がいたんですけど、当時僕がいた中学校ってチャリ通禁止だったんですよね。なんですけど僕ちょっと当時行き来てたんで、まあチャリンコで通学したんですよ。オレ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 みたいな感じになって。で、帰り道に、えいちゃんちょっと俺チャリンコで来てるからさ、一緒に帰ろうよ、つって部活終わった後一緒に帰ってたんですよ。で、俺の一個目の先輩と、えいちゃんと、俺の三人で帰ることになって、で、先輩がチャリンコ漕いで、俺がサドルに乗って、A ちゃんが荷台に乗るっていう構図で、こうずっと自転車でこう、ブワーって走ってって、うわー楽しいなんて言ったら、急に自転車もガタ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 ってなって、それと同時に A ちゃんが、うぃーって言って、パッて後ろ向いたらもう A ちゃんがもう地面こう、なんかすごい転がっちゃってて、A ちゃんなんか足、車輪の中入れちゃったんだなって、もうその時すぐ思って、で、車輪まず確認したんですよ。そしたら自転車のタイヤの鉄の線、がもう 3,4 本ぐらい壊れ取れちゃってて、で俺そのチャリンコおばあちゃんに買ってもらって1週間経たないぐらいだったんで、すごい頭にきちゃって、もう A ちゃんボコボコにしようと思って、 A ちゃんお前のせいでチャリンコ壊れちゃったんだけどみたいな、 A ちゃんに伝えたら、ちょっと待ってこれ見てって言って、 A ちゃんがその自分の足を押さえながら見せてくれたんですけど、その鉄の取れた線がもう足に引っかかっちゃってて、皮がちょっと取れちゃってて、なんかアキレス腱みたいなちょっと筋っぽいのがちょっと見えちゃってたんですよね。うわこれやばいね、さすがにって言って、明日からもう練習もできないし、A ちゃんも辛そうだし、大丈夫か A ちゃんみたいな話したら、 A ちゃんも毎年オール5目指しててめちゃくちゃ頭良かったから、もう体育5取れないって A ちゃんが言ってて、でまあその後すぐ救急車呼んで学校に報告して、次の日に俺が顧問の柔道部の顧問の先生にボコボコにされて終わったっていう話なんですけれどもね。誰が悪いんだよこれ。伊坂さん、はい、ジム行く行ってくださいよ。ちょっと YouTube の
YouTube に載せたいんで、はい、絶対切らないんで、絶対に切らないんで、絶対に切らないんで、はい、じゃあジム行くって言えばいいですか。絶対に切らないから行ってください。じゃあはい、ということでお疲れ様でした。今日はですね、もうお風呂入る元気もないし、ご飯を食べる元気もないし、ゴミ捨てに行く元気もないんで、今日はもうちょっと寝ます。本当はね、今日仕事やりたいなと思ってたんですけど、ちょっともう今日無理っすね、酔いすぎちゃったんで、もう寝ます。そんな感じかな。明日はこんな感じなんで、多分明日ずっと寝ちゃってると思うんですけど、自分のできる範囲で頑張って仕事とか進められたらなと思います。ってな感じかな。もう最近ね、動画とか撮れてないんで、頑張って明日撮れたらなと思うんですけど、絶対明日寝ちゃうと思うんですけど、とりあえず明日頑張ろうと思います。はい、じゃあおやすみなさい。おっす、ほら植木屋。ご飯の準備整いました、そうめんを 300g と薬味をすごい切りました。ネギ、シソの葉、みょうがですね。であとまあこんな感じで食っていきます。本当にあと豆腐欲しいな。豆腐なんかすごい夏っぽくて美味しそうですね。ちょっと昨日シャワー浴びてないんで、そのまま寝ちゃったんで、ちょっとシャワー浴びようかな。おいしくなーれ、おいしくなーれ。さっきと同じ飯食べます。今度はごまだれにしました。またみょうが切って卵ですね。はい、おいしそう。今ね、コンビニ来てジュース買おうと思ってたんだけど、また一つ思い出した話があって、前 G の話したじゃん。メガネどこだって探してたら、自分でもすでにかけてたっていう話したと思うんだけど、まだ G のエピソードもう一つあって、 G ともう一人スーパーおじいちゃんでゴーノさんっていう人が前うちの会社にいたのよ。その人も75円ぐらいで、でその二人の会話なんだけど、 G がタピオカミルクティー飲んでたんですよね。でそとことか歩いてきたゴーノさんがそれ見て G に、お、なんか飲んでるね、それ甘いのって聞いたんですよ。そしたらもう G 全然聞き取れてなくて、え、これあー美味しいねって言ったんですよね。そしたらゴーノさんが、へー甘くないんだって答えて、もう全然会話が成り立ってなかったのに、本人たちは成り立ってたっていう話なんですけどね。誰が笑うんだこれ。はい、今日のね、晩ご飯はアジフライを一から作っていきたいと思います。嫁袋さん、よろしくお願いします。お願いします。はい、揚げ上がりました。アジフライたちです。アジフライのね、パン粉作る時に使う卵も再利用してね、めんつゆとみりんでめちゃくちゃ綺麗な卵焼き作りました。早く食べたい。前の動画でトイレットペーパー変えてなかったの文句言ってたでしょ。いいっす。じゃあね、この中濃ソースをタラタラタラーとね、アジフライ先生にかけますと。で、すかさず右手でアジフライを持ち上げた後に、マンモス。よいしょっと。いやー、やっちまったよ、また。またやっちまったよ。今日はね、19時からゴミ袋先輩とテレビ電話する予定があったんだけど、いやーもうやっちまったよ。また遅れちゃったよ、もう。昨日やっぱり先入れたからさ、もう体がちょっとだらくて、ベッドに横なすりしてたら、もうこんな時間だ。やべえ、急がなきゃ、急がなきゃ。早くしないと、かけないと。ほら、また怒られちゃうよ。早くつけ。こんばんは、キチガイさん。すいません、遅れちゃいました、また。ね、すいませんって思ってないのよ。思ってます。いや、もうゼロじゃん。はい、すいません。すいません感がゼロ。そんな、ひどい。いや、そんなやないでもねえのに。すいません、本当に。毎度毎度。今日セクシーですね。どうしたんですか、今日。すごいセクシーですね、今日。まあ、こんな感じだけど。すごいですね、なんかもう、女の子みたいですね。そうかな。はい。まあ、そんなことはどうでもいいのよ。遅刻してんのよ。はい。はい、じゃなくて。で、今日なんですけど。MC の天才だな、マジで。今日の、あれなんですけど。うん。これはもう、ほんと僕、これが気になって寝れない時あるんですよ。めちゃくちゃ寝てんじゃん、お前。仮眠取りますって言って、二度寝して6時間寝てんじゃん。そんな寝てないっすよ。で、僕、すごい疑問に思ってることがあってですね。うん。人はどうして生まれてくるのかなと。それ、
はい。気になって眠れないの。寝れないですよ。なんかもしかしたらこれゴミ袋先輩だったら、なんか答えあるんじゃないかと考えとか。なんで僕って生まれてきたんだろうって思うじゃないですか。まあそういう、なんか生まれてきた意味とかつけたいのってもう人間の勝手だからさ。別に意味なんかないと思うよ。人によって多分変わる。生まれてきた意味って。一人一人違うっていうことですか？例えば今俺最近子供生まれてきて、まあ一生懸命育てなきゃいけないっていう中で、俺に限らずね、その子供のためにすごい頑張っていきたいとか、自分の成し遂げたい何かがあるから、それに向かって頑張っていっていたいとか、はい、人に生まれてきた意味なんか絶対変わるはずだからさ。ああ、はいはいはい。はいはいはい。はい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 。はいはいはい。はいはいはい。はいはいはい。あら、探検隊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 。さあ、行くで。ゴミ袋先輩、行くで。いますで。謝りながらも中に出す。はい、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 はい。あら、探検隊。あら、探検隊。あ、それ、あら、探検隊。あら、探検隊。もう一丁行くで。ゴミ袋先輩、もう一丁行くで。入れる瞬間、夢覚める。はい、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 はい。あら、探検隊。あら、探検隊。あ、それ、あら、探検隊。いやー、で、何でしたっけ？何でしたっけってすげえな、俺。いや、その、なんで人って生まれてきたんだろうって、が気になって眠れないって言ってるけど、はい、それは人によって違うから、はい、もう何か熱中できることとかあれば、ようやく、あ、俺このための人生だったんだなって思う時が来るんじゃないのかなっていう話でしょ。ああ、なるほど。ああ、うん。で、それで、はい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 から、いきなり、あるある探検で始まったんでしょ。いちいちうるせえな、カス。おめえだよ、カスはよ。よーし、仕事するかー。おーいえ。おそら、おっ。オーケー。じゃあさすがにね、今日の俺、何にもやってなさすぎるんで、ブログ書いて、ちょっと動画でも撮ろうかな。ハガ、始動します。散らかってるんですけど、ご飯食べていきます。焼きおにぎり食います。と、追いキムチなんだけど、前追いキムチ買った時にちょっとね、誤って冷凍庫に入れてしまって、冷凍庫に入れたのを忘れてそのまま放置してたら、もうカチカチに凍っちゃったんで、それを解凍したらもうびっちゃびちゃの追いキムチになっちゃいました。見てこれ、このひたひた感やばい。本当に。あとメンマと味噌汁、あとまあ卵食べるかもしれないです。はい。おーい、ということで記事が大体できました。フィットネス競技は残酷だから人と比べるのはマジで良くない、毒だよっていう内容の記事なんですけど、まあリメイク版ですね。でもなんか最近ツイッター見ててね、すごい落ち込んでる人がいたんですよね。ものすごく才能あふれる選手が、まあ今と昔のビフォーアフターみたいなねやつをツイッターで投稿してて、それ見てなんかこんな体になるにはビフォーの状態でも一生かかっても達成できない人いるでしょみたいないうのを見たんで、まあこういう記事書こうかなって思ったんです。まあちょっと今日はね全然もう超クソ怠けた一日過ごしちゃったんですけど、まあ、とりあえず記事の大体の形はできたんで、ちょっと起きたらまたこれ書きます。ということで、お疲れ様でした。今日はちょっと今年で一番クソな日を過ごしてしまったかもしれないな。なんかね、やる気入んなかったんだよね。まあ、酒のせいだろうな。きっと。まあ、絶対そうだと思うんだけど、やっぱりね、酒飲むと、まあ、次の日捨てる覚悟でいなきゃダメですね。まあ、どうせちょっと飲むとか無理なんだから。ちょっと、一昨日は飲みすぎた。まあ、なんで、今日挽回していこうと思います。今日の目標はまず午前中に起きること。もう8時過ぎなんで午前中に起きることですね。で、夜はですね、ゴミ袋先輩に会いに行くんで、ちょっと横須賀行きます。はい、横須賀行ってちょっと YouTube ライブしようかなと。登録者12万人目前ということで、まあ、ちょっと日頃ね、お世話になってる、ゴミ袋さんに会って、まあ、ちょっと YouTube ライブ参加してもらおうかなと思っています。トレーニングはね、ちょっとね、腰が痛くて筋肉痛でね、ちょっとできるかわかんないんですけど、まあ、起きた時の気分でちょっと決めようかなと思います。T シャツの梱包したいんだけど、ちょっととね、できねえかも。頑張るんだけど。じゃあ、寝ます。おやすみ。